も激辛ラジオです。今日もみんなの心に気をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回は栃木県にあるラーメンコンドル県さんに来ております。こちらにさ、激辛ラーメン、そして激辛つけ麺と、いろいろあるんですけども、なんとですね、お正月から新たな裏メニューとして、灼熱地獄つけ麺というものが、新たに販売され始めたということで、なんとこちらはですね、まだ誰も完食者がいないということで、今回ちょっと、ちょうどいい機会ですね。たまたま僕が寄ったんで、運よく誰もまだクリアしてないということで、相当辛そうだと思うんでね、店主の方は誘惑、その今まで辛かったその南極ラーメンより結構辛いという噂が立っております。はい、でね、なんと今現在時刻8時43分朝の時間なんですけども、朝っぱらからこんな辛いものを食べて大丈夫かと、眠気をぶっ飛ばそうということでございます。それでは早速行きましょう。レッツゴー。早速中入ってきたんですけれども、非常に広い広々とした店内ですね。様々な、メニューがあります。トムヤムコンドルとかトムヤムラーメンとか、バラエティに富んだメニューがあります。今回挑戦するね、灼熱地獄で、まだポップがないんです。ポップもないですし、まあ、完全裏メニュー的な感じで、やっております。いやー楽しみですね。非常にヤバそうですけど、うわー、おー、真っ赤っかですね。こちらはすごいな、これふんだんに唐辛子使ってますね。これやばいやつだ。やばいぞ、これやばい匂いしてるじゃない。ハバネロでこう辛みを出してると言いますけども、いただきます。さあ、コンドルケンさんの灼熱地獄つけ麺いただきましょう。が灼熱です。さあ、それではじゃあちょっとまずスープからいってみましょうかね。わっ、つけだれなんだこれ、おいしい。めっちゃ辛いけど、炭火のような、なんかすごい香ばしい。じゃあちょっとこっちの問題のこの麺の方が辛そうな感じがしますね。ちょっと麺だけちょっといきます。麺の方が辛い。それでは麺に絡ませ、激辛麺を激辛の激辛麺を激辛のつけだれにかけるという、これどこ食べても辛いぞ。さあ、うわ、めちゃくちゃ、麺に絡みついてます。朝からこんな刺激物を食べては大丈夫か。これ寝起き食べたら一発で目覚めます。非常に濃厚なソースつけだれ、初めてこう体感する香ばしさですね。これスープきついかも。口の中が燃えるように熱くなって終わりました。めちゃくちゃ辛いですけど、しっかり旨味も感じますね。
味も辛みもより濃くなってまいります。パンチ力あるね。全国に出ていくのまだまだいろんな激辛メニューがあると面白いですね。麺は終わったので残りじゃあこのつけだれ、この濃厚なねこのスープ飲ましょう。この激辛バトルに行っていいですか。これはきついな。ちょっとこれはすごいぞ。ちょっと勝負の前に気合を入れて。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ラーメンコンドル軒さんの、灼熱地獄つけ麺辛さレベルじゃらららじゃら辛さレベル8です。8です。いやーもうね出てきた瞬間にもうあのこの匂い嗅いで、あ今日はやべえやつだなと思いました。案の定やばくとんでもない辛いメニューでした。しかしねこのつけだれが非常にこの香ばしくて、お肉もジューシー、なおかつねこの麺に絡みついて非常に美味しかったです。一つ言いますけどめちゃくちゃ辛かったですけど、もうねあのお腹の中が、早速熱くなってまいりました。やっぱねこういう寒い季節、辛いもの熱いもの食べて温まるともってこいのメニューかなと思います。それ以外もねいろいろこうバラエティに富んだメニューがいっぱいありますけれども、さまざまなメニューがあるんで楽しめるんじゃないかなと思います。いや本当に辛い。ちょっとね、最後この濃厚なね超辛いつけ麺のつけだれをこう飲み干すの断念しようかな、ギブしようかなと思ったんですけども、よかったです。今店内にねこうやってバキが置いてあったんで、バキが僕の背中を押してくれました。というわけで本日も最後までご視聴いただいてありがとうございます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々、あと激辛ブログも更新してますんでぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。